ここでは課題4、ひだ折りの練習、しなやかな髪が立ち上がるをやってみたいと思います。ある時アルバースは授業に紙を持ってきて学生一人一人に配りました。そしてこう言ったそうです。紙というのは普段使っている当たり前のあるにある素材なんですけれども、それを使って何か新しいものをできないだろうか。そうして試行錯誤をする中でできたのが、例えばこういうひだ折りでした。普通紙というのはこうペラペラしていてとてもしなやかなものなんですけれども、こうやってひだ状にして折っていくと、とても力強い形になります。立ち上げることができます。さらに普通の紙は面が一つしかないんですけれども、こうやってひだ状に折ったものは様々な面が重なっていてとても面白い形になっています。ここではこのようなひだ折りをする練習をしてみましょう。今回使う素材は紙1枚で OK です。それではやっていきましょう。まずはこの紙を縦2つに折っていきます。そしてもう1回縦2つに折っていきましょう。この課題で大切なところなんですけれども、しっかりと折り目をつけるということが大事です。指でこうしっかりなぞってきちんと折り目をつけていくようにしましょう。そうしましたらもう一回さらに縦に折っていきます。こうやって指でなぞっているときに紙で指を切ってしまいやすいですので、ちょっと注意しながらやるようにしてください。はい、ここまでできたら一度開いてみましょう。するとこのように8等分に紙が分かれているのではないかと思います。次にここから折り方を変えていきます。今こういうふうになっているんですけれども、これを端っこからまずは山折り、そして次は谷折り、またもう一回山折り谷折りというふうに山折りと谷折りを交互にギザギザに折っていきましょう。ここでもしっかりと折り目をつけることはもちろん大事です。さてこうやって折っていくとこのようなギザギザの形になっているかと思います。ここでさらに折り目をきっちりとつけるために、今あるもの状態から山折り谷折りを反対にしてもう一回折り直していきます。つまり今山折りになっているところを谷折りに、そして谷折りになっているところは山折りというふうにもう一回全部折り直していきます。端っこからこうやっておると、またこのようになっているかと思います。ここまでできたら次のステップに進んでいきたいと思います。それではもう一回こういうふうに縦長の状態にして、この真ん中あたりで斜めに全体を折り曲げていきましょう。こういう感じです。この折り曲げる位置ですとか角度は大体で大丈夫です。おおむねここでは直角に折っていきます。でここでも折り目をつけることが大事ですので、また反対側にも折っていきましょう。ここの折り目はとても大事なので何回か繰り返し交互に折っていくといいと思います。はい、ここまでできたらまた開いてみましょう。このようになっています。ここにジグザグの線ができているのがわかるかと思います。
この線がとても重要なポイントです。さて、ここからひだを作っていくんですけれども、ここの手順が一番難しいところです。イメージとしては、今この状態から紙全体がこのように外向きに折れるということになります。こういう向きですね。なんですけれども、このように折るためにはどうしたらいいか。ポイントは、ここの、折れ目です。今ここ谷折りになっているんですけれども、この折れ方がこのギザギザの左右で、山折りと谷折りが逆になります。今ここ谷折りになっているので、こっちは山折り。で、逆にここは今山折りになっているので、こっち側は谷折りにします。つまり、このギザギザの尖っている方が、尖っている方の先が山折りになるということですね。これを端っこからどんどん続けていきます。少しこう、こっち側に、外側に全体が折れると。いうことをイメージしながらやっていくと少しやりやすいのではないかと思います。はい、この部分がとても難しいところです。はい、全体がこのように折れたらまたしっかりと折り目をつけて、それで開いてみると、先ほどの形が出来上がっています。このように、ひだの左右で山折り谷折りがすべて逆になっていて、こうやって置くと、立てることもできます。さて、ここからは応用編です。今ここにひだを一つ作ったんですけれども、これをもう一つ増やしていきたいと思います。今ここで折ってますけれども、次はじゃあこの辺で折ってみたいと思います。逆向きに、さっきとは逆向きに折ります。で、ここでも折り目は両面、山折り谷折り両方しっかりとつけるようにしてください。はい、ここまでしっかりとつけたらまた開きます。この2回目のひだは、今度は今こっち向きになってるんですけど、紙がこっち向きに行くというところがポイントになります。なので、こちら向きにちょっと力を加えて、今度また山折りのところをこちら側は谷折り、谷折りが山折りというのを先ほどと同じように続けていきます。時々くしゃっとしてしまう時があるんですけれども、ちょっと全体を整えながら直していくといいと思います。はい、これで開くと2つ目のひだが出来上がっています。こういうふうにギザギザになっています。このようにひだを一つずつ作っていくと、紙全体をひだ状に折っていくこともできます。それをやってみたのがこちらのオレンジ色の折り紙です。こちらはもう端から端まで全体が何回も折れ曲がってひだでできているわけです。紙というのはとてもしなやかなものなんですけれども、こういうふうに折っていくことで強度を与えて、ハサミのようなものを乗せてもしっかりと支えることができます。アルバースがいつも大切にしていたのは素材を上手に使うということでした。紙のような平凡な素材であってもその使い方を工夫する、さらにそれがどういうものであるのかを知る、そうすることによってこういう面白い形を作ることができるのです。皆さんもいろいろ手を動かして試してみて面白い形を作ってみてください。